はい、皆さんこんばんは。さあ今回はですね、本日8月2日に、早期アクセスで、配信開始となりましたハイドアダイというゲームを遊んでいきたいと思います。簡単に言えば13日の金曜日のジェイソンとかね、デッドバイデイライトのような殺人鬼 VS サバイバーのゲームなんですけども、ちょっとだけルールが違います。なのでこれはね、ゲームのルールはゲームをしながら説明したいと思います。では早速ゲームモードなんですが、脱出っていうのと最後の生存者というモードがあるんですけども、脱出の方が分かりやすいので今回こちらの脱出モードの方を遊んでいきたいと思います。さあ始まったかな。場合によっては、途中参加になったりもするんだけど、今回はどうだろうか。はい、始まったばかりかな。さあじゃあ行きましょう。ゲームのルールなんですけども、デッドバイデイライトとかね、武器あるじゃん。ジェイソンとは違って、最初は全員サバイバーからスタートしますね。サバイバーからスタートして、弾が欲しいな、もっと。でそのダークネスポイントをどんどん貯めていくんですよ。これ経験値なんですけど、ああこっちにも銃あるな。10発これ何、これこっちの方が強そうだな。激レアだってリーパー。でも弾4発しかないのか。まあいいや、持っていこう。でこの黄色い点があるところですね、ここにこのダークネスを抽出する装置があるんですね。でそいつをどんどん集めていきましょう。で、ある一定まで、なんか崩壊メーターっていうのがあって、それをため 100% になると、あの光のポイントで自分が、キラーになることができますと。よし、起動した。でキラーになると、その分だけなんつうの、ダークネスポイントが多く貯められるんですね。これ番号を押します。1かな、あ0、1か8か。赤くなってる場所の、数字を押していきます。 OK、 キラーの音する。やばい、キラーいる、キラーいる、キラーがいる、来てる。あいつなんだ、初めて見るな。でも銃が強いから、俺の銃めっちゃ強いからでも勝てるかもしれない。あー、ビビって逃げてたな。リロードリロード。あー逃げろ。あーくそ、やられた。くそ、もう来てましたね。だからもう崩壊ポイントを、貯めて、キラーになった人がいたんですね。で今一人で抽出器をいじってたので狙われちゃいました。あ、まだルール説明してないのにあんまり。さあそれではですね、気を取り直してやっていきましょう。いきなりやられちゃったので何の説明もしてませんけども、とにかくダークネスを集めるのがこのゲームの目的となります。あー、みんなと一緒に行っちゃっていいか、行くか。とにかくダークネスで、キラーになるのはそのダークネスを稼ぐための手段の一つですね。たといって殺されちゃダメですけどね。多分入られたか。殺されちゃダメですけども、ダークネスを集めるのはあくまで、キラーを、あーくそ、取り合いだな。なんかねえか、なんもねえのかい。2階とか、くそ、もう銃はない。
いや、とりあえず抽出機だけやっちゃうか。ん？取られた？なんだよ。次から次に取られてしまう。弾か。この中はどうだ？ガソリンがあったね。あった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 。よしよしよし。なんだこれ。なんとかこれ。ないよりかまし。ああったあった。これも。また激レア銃だ。素晴らしい。ガソリン消えたか？どうしたか？あと1個か。消えたかな？ショットガンの弾。燃料誰か入れてくれてない？入れたよね。よし、起動しよう。投げしてまだ来ないだろ。よし。で、じゃあ話戻しますけど、この抽出器を使って、どんどんこのダークネスを吸うんですね。で、それがまあ、いわゆる経験値になるわけなんですけども、これで競うわけですね。でキラーになるのも理由としてはいっぱい来るな。キラーになってサバイバーを殺せばより多くのダークネスが手に入る。これ起動してるこれ。まだ知ってるのか。あ、入ったね入ったね。お、すげえ18だって。うわ、めちゃくちゃうめえ。18ダークネス18。ボイが上がって私らのサバイバーランクは、サバイバーが上がって順位が上がってきますね。そうでもないですね。私今8位でした。はいはい。あ、でも上がりましたね。上がっ、今私2位ですね。やった、うまで、その崩壊ゲージっていうのが今溜まってますけども、これがね 100% になると、100% になると、あっちにしようかな。私もキラーに変身することができますと。何かなってる、なってないよね。まだまだ大丈夫。さっき早かったな。さっきすぐ来たもんね。もう死にたくねえな、やっぱりな。見捨てられた。これだ、多分これガソリンか。これガソリンくせえな。あ、いや違う、ヒューズだ。045091、47531の4123起動。誰もいないのか。めっちゃ LINE みたいなの来てますけど、英語でわかんないね。あ、チャットありきみたいですね。あと1個頼むわ。じゃあ53528107。よし、じゃああと1個頼みますわ。その間私アイテム探索してるんで。レラライフ起動したね。起動したんだけど、このタイミングで襲われるのが超怖い。あ、誰もならないね。誰も来ればいいね。みんな優しい世界、優しい世界。誰もキラーがいないよ。ん？みんなで守ろう。ほら待て、いて。ザック多いな。おし、入った入った。これ5ですね。プラス5だ。あんま美味しくね。さっきのところがうますぎた。18点。で、こいつらを倒しても若干入るので使おう。俺今あれだな、キラーになれるか。誰もキラーにならないの面白くなくね。キラーになるか。来てる来てる。あーちゃ、俺金に流れてんの。あーくそ、またやられた。なぜ俺を狙ってきた。他に3人いるのに。ドックドク言ってましたね。だから欲張るとダメなんですね。キラーになっときゃよかった。もう一回いきます。
さあでは、またやられてしまいましたけど、欲張らずにね、あの抽出器のあの周りは危険ですね、やっぱりね。当たり前ですけどキラーも来ますよね、あそこにね。それは当たり前だったな。ローチャー、ローチャーってなんだろう。これグレネ、あ、ショットガンかこれ。あ、使用中。はい、違うとこ行きましょうか。た、弾が2発しかねえ。もっと弾は欲しい。これはグレネードじゃないのか。まあいいや。541072、最初は来ないだろう。410252、179、あと1か。まあ、経験値なしやっちゃおうかな。6571の973、65712と。 OK、 OK よ。抽出を開始してください。まあ、動きねえんだよな。殴りでやるしかねえな。やるべえやるべえ、ほらやるべえ、ほらわけじゃないけど、どのぐらい抽出してくれるかな。なんかこの要はこの闇みたいなの全部吸い、あ、18、お、うまっ、ここもうまい、うまい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 ね。来てる来てる来てる、後ろ後ろ来てる。ここうまいね。よし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 、あ、崩壊メーター溜まってきたか。おっす、おっす、次行くべ。次どこ行こうかな、どこ行こうかな。あっち行くか。あっちなんか広そうだな。2個あるしな。ちょっと武器が弱えな。グレネードみたいな2発しかねえしな。まだ、うん、まだ来てないね。あれ、フェンスがある。ちょ、ライトつけとくか。暗いな。いやー、もう本当に何もできずに死んでるからね、さっきから、ね、ワンダーランド、ワープゾーンがある。ちょっと待って、なんかこれ、お、遊園地だ。開かない、開く、あと10、うーん、安定して撃てはするけど、絶対こっちの方が強力。あ、でもコモンか、こっちの方が良さそうだね。あと殴る武器欲しいな。殴る武器欲しい。殴り系の武器が欲しいですね。まあいいや。シュー、起動すぎます。一応様子を見てね、いつ来てもおかしくないように。あ、でも俺一人か、またここエリア。でも近くにいっぱいあるな、抽出エリア。じゃあここがワンポ、キンピョイントで狙われる可能性は低いのではと、そう私は予想しつつガソリン入れたいと思います。金がある、金金金金金、ん、取れない、ん、お金多分衣装買ったりするのに使える。あ、バッタあったね。衣装とか大事ですからね。あ、これ登れないのか。うん、なんかすごい日暮らし泣いてない。ゴーカート、うん、ちょっとブルブルいってんな。よし、あと1個、21メートル。
すっごいチャットしてるな誰か。中かな、なんかややこしいぞこれ。ミラーハウスみたい。キラーを巻くときに良さそうだね。これ起動したらバレるのかな、起動したらバレるんだろうな、抽出機が毎回ここで襲われてるってことは。離れてみてるか。ああ青くなるのか黄色いやつか。エリアが抽出機が。音でバレる、音でバレるってことはないだろう。あら倒せなかった。音でバレるってことはねえと思うけど。ここ12だな。うまいんだけど敵が多い、敵が多い。早々に回収したら逃げたい。誰か近くにいんな。ちょっとねやったことないけどキラー行ってみます。自分もキラー行ってみますか。全然ね見つけられないんだよ。デッドバイデライトじゃないけど自分もキラー行きます。サイエンティスト殺されるぐらいなら殺す側に回ってやる。で、キラーになるとこうすると自分が消えるらしいんだよ。で生存者のいるエリアがこうモヤモヤするのね。でそのエリアで姿を現さば多分この状態だと目視できないんだ多分ね。あれどこだろう、このエリアにいる、このエリアにいる。あ、そのキラーいるな。キラー同士でかぶってる、キラー同士でかぶっちゃったのか。かぶっちゃったしょうがない。じゃあ違うとこ行こうか。このエリアにいますね。どこだどこだ、どこだ。あ、銃声がする。いたいたいた。で、おりゃー痛い痛い。やったか。いや、やれてないな。おりゃおりゃ、すごいラグってダメだな。あ、やられちゃうと消えちゃうんだ自分も。くっそ、3人いるときついな。どうもね、一定以上攻撃食らうと姿を消しちゃうみたいな。一人やったか。一定以上ダメージ受けちゃうと姿消えちゃうんだ。ラグってて全然攻撃が当たんねえ。キラーはここ抜けられなかったりする。くっそ、こいつら3人で固まってるから強いっすね。キラー対策ができてますね。まあ別に死やられたわけではないので、うん、あいつらうまかったな。さあキラータイム終了です。ってことで私はまた生存者で、現在は317ダークです。非常に低いですね私ね。現在16位ですね。倒せなかった全然。いやー難しいなー。ハートゾーンは使えないのでしょうがない。
キラーに怯えながら抽出するか。また、またここか。ここでも行きづらいんだよな。なんか落ちてる。燃料か。よし、そうそう、キラー来そうだな。さっきのやつらキラー狩りっぽい感じだったね。3人で固まってた。ああいう風にやってか、こっちか。ああいう風にやっていくんだな。もうゴスリっぽいじゃん。いきなり当たったのが、あれはちょっと運が良くなかったね。もっと爽快に敵を倒したかった。あ、こっちはです。よし、また崩壊メーター溜まってるな。すぐ溜まるんだね。ちょっと見てて分かんなかったかもしれないけど、あ、なんか一定以上ダメージ受けると、あの、強制的に解除されちゃうというか、その透明化させられちゃうみたいですね。OK。 あ、攻撃できない。あ、なんだ、攻撃できない。ちょっとこれ弾の音が だいぶ殴ってんな。で、透明化させられちゃうと攻撃できなくなっちゃうんでね。あっち結構あるな。よし、ここ美味しいとこだよね。さあ抽出しとこう。今キラー2人3人キラーがいますね。全部で3人溜まってるみたいな。はいはいはい、よし、次のエリア行こう。私また崩壊メーター溜まってんな。え、キラーなんても倒せないんだろうな。でも積極的に狙った方がいいか。でも狙わないことにはゲームの楽しさが理解できない。で、一番ポイントが、ダークネスポイントが高い人が、固定キラーとなって最終脱出ポイントを守ることになるみたいですね。現状私はそうにはならないですけど。お、ロープウェイがある。もう一回試してみましょうか。慣れるんだったらなっておきましょう。バスーン。この期間中一切ポイント入んなかったか、さっきな。さっきの3人組じゃないやつところがいいな。強すぎるな、あれ。これ動いてないな。ここにいるな。どこだ。あ、なんだ。あ、罠にかかった。罠にかかった。罠にかかった。手だれがいるね。手だれがいる。私を誘ってるやつがいたね。これさ、狩る側じゃなくて狩られる側じゃないですか、これ。消えたな。狩られる側じゃないですか、これ。あ、いたか。あ、ダメだ。うわー、でも狩るのむずっ。ダメだ。終わった。そしたら、多分これで、あ、来てるな。抽出中。今ブザーが鳴ってるのは、これであとは脱出しろってことなんですよ。どうした？どうした？今の人どうした？今。オッケー。よし。800、700。遠いな。あっちは近いな。誰も倒せなかったね。
キラー難しいな。やんないほうが多分ダグに攻められたね。どうやってあのダクスポイント行くんだろう。あっちか。で、脱出ポイントの、その、さっきも言ったけど、その脱出ポイントに、この状態になったら、もうキラーが固定化されて、一番ポイント高かった人が、ガーディアンっていうか、脱出ポイントを守る役になるみたいな。いるね。いるね。ドクンドク言ってる。ガーディアンがいる。あ、やってるやってるやってる。今、いってる。行ってしまえ。失礼しま。よし、開いた。よし、開いた。脱出できましたね、一応ね。まあでもまあ誰かが今、誰かは終わりさっぽいけどね。はい、ということで、誰も倒せませんでした。